はい、おはようございます。おはよう。何でも屋のおじいちゃんですよ。今日は塗装の見てください、これ。あ、何の動きやってるんですか。これは農業用の肥料。あ、101を超える大きくやつです。はは、お兄さん何でも屋さんになったんですね、本当に。バラバラの発想で今日はですね、これはですね、下駄箱です。はい、昭和レトルの下駄箱。あ、レトルおしゃれですね。おしゃれなんです。これを解体したい。あら、解体するんですか。それでは恒例の儀式いきましょうか。はい、行きますよ。はい、二人で一緒に。はい、行きましょう。せーの、そこ。これも手前ですね。これも分かる。はい、ここ。せーの、うわ、そこ。ちょっと立っていただけますか。いや、もう私絶対力ないですよ。ちょっとやってみましょうか。はい、奥さんも。はい。あ、今日は奥さん、ええの着てますよ。またそれ新しいの買ったんですか。本当ですね。これ反対に着ちゃいますもん。奥さんの番ですよ。はい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 、何でも屋の奥さん。はい、いつもおしゃれですね。また新しいファッショナブルなつなぎ。はいはい、行ってみましょうか。壁ですよ。はい、力いっぱいいってくださいね。いっせーの。はい、硬いですね。今日はまたですね、1日かけてこの下駄箱を解体しましょうか。いや、壁の下の下駄箱ですね。ここは関係ない。そこ一旦やってみます。ここやってみます。それやってみます。せーの、いっせーの。はい、硬いですね。まあ頑張りましょうか、今日もね。はい、どうも。On a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind.